小5、女子、受験予定です。暗記しなくてはならない項目がたくさん増えてきて、歴史や生物など知識を記憶する方法についての質問です。大人、大学受験や資格試験などで勉強方法のデータによると、繰り返し書いたり、マーカー引きで何度も読み込むインプット型よりアウトプット型で記憶した学習の方が効果的という説があるそうなのですが、10歳前後の受験生にも当てはまると思いますか どのようにしたら防、防極、防曲曲線を乗り越えて、えー、受験着地まで持っていけるか、もしテスト前に詰め込んだ記憶は数か月経つと曖昧になってしまいます。そうですね。えっ、ー、とね、まずね、称合で暗記しなくてはな,らない項目がたくさん増えて、だからね、あの、うん、あの、まあ、これはだから、もう覚えなくちゃいけないでしょうし、暗記は。 小学校の中の暗記は覚えたくちゃいけないんですけど、あのー、まあ、大人とかね、資格試験なのデータによると、まあ、繰り返し書いたり、マーカーべきで何度もってね、あのー、そうなんですよ。あの、繰り返し、だからか、繰り返し書いて、マーカーべきで何度も読むインプット型やアウトプット型っていうのはね、いや、これはね、もう、要するに、でも、インプットしないとアウトプットできないでしょう。何もないんだから。 まずインプットした後アウトプットしないといけないんですけど、基本的に子供たちに例えば暗記,さし,暗記してねってするでしょそうすると、もう子供たちはもう楽ちんなことしたがるから、まあ、ノートとかこうテキスト見てね、ふーんとかずっと見てね、ラインマーカー引いてねとか、引いてね、ふーんとか見て、で、終わるんですよ。で、覚えが気になるわけですよねで。でもそれで、それではインプットでしょで、それもするとね、結局じゃあ何って聞いたらも何も覚えないっていうかね。 結局読んだだけっていう。いや読んだだけっていうのは本当ね、あの、ダメなんですけど、でも、読まないと、じゃあアウトプットしていきないもんなしやれって言っても、ヒップットしてないとか、アウトプットできないわけでしょ。だからね、私から見て、一番効率いいなと思ったのは、まず、アウトプットの、まあ、大体習ったところですよ。 全然習ってない、初めてするのはいきなり無理ですけど、まあ、大体習って、まあ、授業も受けたし、宿題もちょっとやったみたいな暗記のところはね、まずね、問題集からするんですよ。まあ、よくあるのはね、問題集からやんなさいよって言ったとき、問題集全然見て分からないから、子供は、いや、問題集やりたくないみたいな、もう分からないからやりたくないとかっていうのがもうよくあることなんですけど、だから、まずその問題集やるぐらいだったら、ノートとか教科書をまず覚えてからやるみたいなのをよく言うんですけどね、い,やいつ覚えるのって話でしょ。 覚えらられなないんだから困っっててるででしょって話なんですよね私はだからあの中学校の中高のねあの、えー、と中間期末とかあんなのも結構あの範囲が決まってるのでねあの覚えることがいっぱいあるんですけど中学校のね入試なんかの覚えるなんかのもね、まあ、どうやったら一番効率いいかっていうといろいろ考えたあげくまず、まあ、全体的に習ったものはまず問題集をする。 で問題集するとき、子供はね、びくつきますよ。わからないから。で、なんか10問あったら、1個しかわからなかんったりするからね。でええと、すごいショック受けたりするんですけど、それはもういいからっていうことで、横に答えを置いといて、覚えさせる。だから、まあ、中学、小学校の場合には、中学受験の場合にはね、あの子供が問題を見るでしょ。で、問題みたいな穴埋めとかあるじゃないですか、歴史とか。ですると、ま、まあ、わからないじゃないですか。わからないと、お母さんが横にす答え言うわけですよ。で、答えると、あー、みたいな。 で、それでも答えを買ってて、次って次、また分,分かんないでしょ。答えを打ち、ああ、なるほど、みたいな。ということをね、繰り返して1問やるわけですよ。で、それでね、あのやったら、そ,れその後に、そこも例えば、江戸時代のなんか三大改革とかとするとね、分からない。それを、あの問題やった後、同じ範囲を、今度は問題集と、あ、問題集、参考書のテキストで、そう、同じ場所を見るんですよ。そうするとね、ざーっと、こうて、塾のテキストが変えてくれてるけど、 見たらさっっき問題集やてだから、あー、なるほど、こういうところが問題になるのねっていうのはわかるわけですよ。最初からこうべったり覚えたでも覚えられないけど、もう一回問題やってるから、こういうところが問題になるっていうのがポイントが分かってくるので、あそういうことなのか、そういうことなのかって、さっきこう言葉が出てこなくて答えは分からなかったけど、あこれがこう。 意味だったのねっていうので積極的にその答えを見ることができる答えとかそのテキストを見ることができるんですよなるほどっていうことですよねでそれで分かってで今度は全くさっきと同じ問題を今度は自力ちょっと解いてみるんですよそうするとなんかさっき答えも同じ,同じ問題ですから答えもまあ一応覚えてるしねでも10問あってねまあ6問ぐらいかな結局なんか4問ぐらい忘れてますからねその時には書かせるんですよ 答えをね、さっきは言うだけで答えを。で、最初書かせるんですよ。で、書かせるとね、あの子のまは漢字とか書かないといけないから、一応書く,で書くでしょ。で書いたら、なるほど。でも、そこで分からないんじゃないですか。あ、分からないなと思ったら、まだすぐ答えを見るんですよ。だって、暗記ってね、なんか、うーって考える子いるけど、考えてって思ってないし、頭なんか残ってないんだから、アウトコットできないんだからね、考えるのも絶対時間の無駄。 だから私は考えるなって、考えるなって、ね、頭絞ったって出てこないでちょっと覚えてないんだからって、答え見なさいと答え書いてんだからって言って、答えをすぐ見せてたんです。で答えパッと見たら、ああと思って答えかまた移すじゃないですか、その時にね。でそうすると2回目や,やるあな、2回目のアウトプットをやってるわけですよねインプ。アウトプットやって、インプットやって、アウトプットやって、もう1回答え見て、あ,のあれで、それでまたその2回目が分から、自力でやったのが分からなかったことあるところを、同じさっきのテキストでまた見るんですよ、そこ。 そうなるほど。こういうことはなんか覚えにくいな、ここは、みたいな。っていうことで、そこでなんかどうしても覚えにくいなと思ったのだけピックアップして、まあ私はその必殺ノートみたいにね、ノートにまとめてたんですよ。どうしても覚えられないんです、なかなか覚えないから。で、まとめてたっていうことね。で、それは何回も見るっていうことにしてたんですけどね。っていうことでね、あのー、するといいんですよね。そう、覚えるっていう。だからね、これはだから、えー、っと、暗記しなくならない項目はね、 結局分けないと毎日毎日その膨大に暗記なんかできないですからでしかもテキストを見て暗記するっていうのは、ね、無理絶対にテキストなんて見ても絶対暗記できないに意外とテキスト全部きっちり書いてるからテキストを暗記したらもう全部できそうでしょ当たり前なんですけどテキストみ見たら全部暗記できるテキスト満点なんですけどでもねできないんですよできたら、ね、みんなしますからねだからそれを穴埋めにした形にして問題集をするだからその時にはねあの と問題集なんか何でもいいから、うちのほう浜濱ける塾のテキストしか使わなかったんですけどね、でもそうじゃない段塾の人なんかは、例えば市販の買ってきてもいいしね、その問題集を買ってきて、問題集から攻めていく。で、問題集やって参考書やってっていう感じですよね。で、そうするとね、あの記憶ができるんです、やっぱり。そこらへんがね、だからね、本当とにラインの中で弾いてね、ふんふんとかでふんぞり返ってね、ずーっと読んだ気になってのも絶対時間の無駄。 だダメなんです。まず問題集主義。だから日本人ってね、真面目だからね、問題集やるときは全部参考書で見て覚えて、しっかり理解して問題集を解くぞみたいな。問題集を自分のね、能力の指揮席、指みたいに使うとするけどいや、そんな無理でしょみたいな。参考書全部聞っちる覚えて、問題集がスラスラ解けるようになるようになるのが夢みたいに言うけど、そんなことできるわけないじゃないですか。参考書一体いつ覚えるのって話でしょ覚えてないから困ってるでしょって話なんで、それは無理なんで、参考書主義の人が いんですよ参考書主,主義っても絶対時間の無駄だからそれは駄目なんでだからそのまず問題集を読んで要するに囲むみたいなもんですよね問題集み見いなこういうところが出るのかってすると結構衝撃的なんでそれを自力でやろうとしても解けないんだからそこ自力でやろうとるからまた子供はあはストレス食べて子供は親は怒ったりするから失敗するんです。だかからね自力で解かせない だって暗記なんて覚えてなかったら解けないんだから、とにかく答えを見る、すぐ答えを見る、問題集見て答えを見る。で答えを見ても、まあ、答えもごちゃごちゃしてるから、お母さんがすぐ答え言ってくれたらいいんです。その時には書かない、書いたら疲れる。で、答え,で答えを口だけで言って、親も口だけで言って、ああ、こうだった、ああ、なるほどなみたいな。で、それを今度、同じテキストの範囲をあのテキストで見る。で、テキストで見ると、さっき問題になってたところが浮き上がってくるんですよ。 あここか、みたいな大事なところは、みたいなことがあって、そこで注目して、そこだけ読む。で、それで今度、同じ問題を、もう一回自力で解く。その時には書く。ちゃんと答えをね、漢字で書く。で、書いても全部できないから、また間違えたところは参考書を見て、そこの時参考書は正品解くんですよ。そうするとね、あー、またなんか苦い間違えたわってなるでしょ。で、あってで、それでまたそこで答えをちょっと書いてきて、 でそれで、これをもうがもう苦手で覚えられないなと思ったら、あの必殺ノートみたいにノートに、間違いノートにま,まとめておく。っていう繰り返しなんですよ。暗記はそれでいかないと。それをね、やるってこと。だからね、結局子供の力では無理。だから、あの、小学校5年生なんで、今のうちにね、お母さんと2人で何をどういうふうにするかっていうのをちゃんとやって、まあ、1日にね、15分でいいですよ、とりあえず。 15分で暗記の時間を使うっていう。だからね、そのご飯食べた後すぐご飯ね、ご飯食べた後すぐ勉強するのめんどくさいでしょ。だからご飯食べてあん分ダラダラとかしてる間、15分に暗記の問題にしたら、問題の時間にしたらいいんですよ。それを15分も積み重ねたらね、4日間で1時間ですからね。1時間も暗記の時間が取れないですから、5年生忙しくて。だからね、ご飯食べた後ダラダラしてるとか、お風呂沸くのを見てダラダラしてるとかね、それは15分集めるんですよ。そう,そうするとね、結構な暗記できますよ。 で私もだからその暗記したものを全部まとめてふあの、えーっと、どうしても覚えられないのはね、必殺のトにまとめたでしょ。それを必殺のトの二十何冊になりましたけど、ご飯食べてられないそれをどんどん見るとするとね、待ち添えたものの塊だから、それやったらめちゃめちゃいい点取れるんですよ。で子どもを何とか見るで、食べながらも何とか見たらね、で結局二十何冊をね、理科だって二十何冊あったけど、何回も往復しました。もうただただご飯食べてみるだけで。 で結局それでね、出るから、もう定数はまずあのかなり上がりますよね。っていうような繰り返しなんですよ。でも5年生なんで、それやったら全然 OK なんで、まあそういうあのことですよね。まあ、冒曲線って忘れかけたらもうやる。また忘れ方やるっていうことが冒却曲線なんで人間で言て,て忘れ,れるんでね。だからその、それが大事なんで、まあ毎日15分ずつっていうようなことをね、したらいいと思いますよ。 まあその忘れてもお母さんこのやったじゃないのんで忘れてんのみたいな親の方がね覚えたりしますからね結構ね親言ったりするから親の方が覚えてるんですよだから親は私あれママが覚えてるのんで忘れてんのみたいになったりするけどまあそういうことは言わない <laughs> 子供は忘れるからね覚えることもやることも多いし子供の方がだからそ言わないでだからねあのやるっていう。だから母子のテスト前には私は私、ま あの思ったものはいいので間違い何回やっても、ま、問題集で間違えたものだけをあの必殺のとでまとめてたんでもしの前は必殺のとだけを見ていってたんですよ。それれもも27冊も見れないからねだから今回の模試はこの必殺のと5冊だけに書けようみたいなことを言ってました。 5冊だけ見て、また見てても全部覚えるわけじゃないんですけど、あーっと見て、ああ、そうだったな、って、で終わりなんですけどね。もうこれぐらいの残りの21冊に出たものはね、もうそれを捨ててみたい。忘れたら捨てておこうってしないと、ほんの、毎回毎回27冊見たらその地獄度になりますからね。まあそういうの捨てるのが大事。だ全部出るわけじゃないんでね。というようなことでね、あの、まあ、まあ、楽しくね、暗記していただきたいなと思います。親の力が大事です。はい。